はい今回は立憲民主党の代表に関するまあ話題といいますかニュースについてちょっと考えていきます。今回もよろししくお願いいたしますあのリスナー様からですね以前にあの、まあ、ご意見いただきまして、まあ、僕はどう思ってますかっていうことをまあ聞きたいっていうまあご意見をいただいたので、えー、まあ何人かの,あの方がそ,そういったご意見をいただいたんで、まあ、僕のかなのわないまあ思いといいますか、まあ、願いっていうまあことでお話ししていきます。 まあどういうことかっていうと、小沢一郎さんがですね、立憲民主党の代表を泉健太ではなく、誰に一任するのか、まあ、泉健太が出るので、まあ、可能性はなきにしもあらずっていうことなんですが、僕は立憲民主党の代表は、えー、蓮舫さんか小沢一郎さんがいいと思うんですよ。で、蓮舫さんは今、離党されてますよね、立憲民主党を。ただ、野党共闘していく上で、 えー、この蓮舫さんのお考ええー、絶対に必要だと思います。で小沢一郎さんのお考えもご本人がなるのが一番なんですが、まあ、小沢一郎さんご本人が、まあ、年齢のこととかもあるんでしょうね、えーまあ、ちょっとならないっていうことでだから僕のこの願いはですね蓮舫さんと小沢一郎さんなんですがどちらもかなわないっていうことで,で僕は基本的にあの立憲民主党を別に応援してませんのであの東京都知事選の時はもうずっと蓮舫さんを応援していて。 正直ですね、今もあの僕思うんですよ。蓮舫さんって今、議員を辞めたんですよねで。全然話題にならないじゃないですか。あそこまで東京都知事選で頑張ってらした方が、何してんのかなってあの気になるんですよ。で調べてもあまり情報がないので、わからないし、そういったものを適当にね、えー、言うってのもおかしいですから、どうされてるのかなってね、ね正直、あの東京都知事選であそこまで頑張って、ね、マスコミとかいろんなものね、ね、えー、ま SNS とかでさまざまなことを叩かれて、 まあ精神的に大変な思いをされてるんじゃないかと思って、まあ、心配って言ってね、僕が心配したところでどうにもならないと思うんですけど、まあ、僕はこの政治の話を、ねえー、まあお伝えさせていただくときに、まあ、何かことあるごとにこの蓮舫さんのことをあのおあの思うことがあります。あのもしですね、えー、先ほどリスナー様がおっしゃった、僕の考えを言っていいということであれば、僕の考えというのはこういうことを思ってます。 蓮舫さんがです、ね、立憲民主党に戻ってきて、まあ、党の,この、まあね、党首選にまあ出ればいいと思います。非常にあの蓮舫さんっていいと思います。東京都知事選ですごくまともなことをおっしゃっていたので、だからあの蓮舫さんが離党をしてますよね、今、立憲民主党、そして今、議員ももう辞めてることになってるんですよね、辞め,てるんですよ、ね、辞めたことになってるのか。 あのどうにかして蓮舫さんを立憲民主党に戻してね、党首に立てられないのかなって思うんですよ。で、なんでかっていうと、もちろん理由があるんですよ。別になんかなんとなくとかね、好き嫌いとかそんなんじゃないんですよ。蓮舫さんは、東京都知事選が終わったあと、きちんと連合の吉野智子に意見しましたよね。あのなんで吉野智子、連合はですね、小池百合子の応援に回るんだ、おかしいじゃないかっていうようなことを言ったわけですよ。きちんとそれを言ったわけですよ。 で連合の吉野智子っていうのは反共姿勢を持っていて共産党が嫌いだからだからそのね、えーまあ、小池合子の方に回ったとだけど、まあ、僕たち国民がですね願う野党共闘っていうのは立憲令和社民共産のまとまりでないとダメなんですよだからあ泉健太っていう連合吉野智子の言いなりがいる限り立憲なんていうのは話にならないんですよだから蓮舫さんに頑張ってもらいたいあるいは小沢一郎さんご本人に頑張ってもらいたい 蓮舫さんこそが正義ですあの東京都知事選のズルでね、えー、それで選挙に、えー、都知事になれなかった選挙に勝てなかったそれは結果であって、まあ、それは僕たちは当然結果をずっと思ってますよ勝ってもらいたいと思ってずっと応援してましたからだけどねある意味結果が全てですけどその途中過程を見ていたわけですよ、ね、その蓮舫さんが街頭演説に出る、ね、そこにはその何て言うのかな動員もなく東京都民が来て。 であの可能な限ぎり、まあ、一人一人と触れ合うその蓮舫さんの姿をずっと見ていたわけじゃないですかぼ僕たちはね応援していたんで,でその人に頑張ってもらいたいって思うのが普通だと僕は思うんですけどね、まあ、今あのねもう議員で亡くなってしまったのでだからこの思いがね届かないのでとてもまあ何て言うのかな、まあ、悲しいというか、まあ、切ないというかまあ何というか何とも言えないところではあるんですけれども で、えー、この東京都知事選が終わった後にですね蓮舫さんが東京都知事選で負けた理由は共産党と組んだから票が逃げたとか言ってるんですが全くもってのでたらめですから、ね、いい加減にしろそんなことではないですよ選挙でズルをしたっていうのもそうですし連合吉野智子が小池合子の方に回ったそれが負けた原因でもありそれが問題なんですよこの連合の動き。 立憲民主党の背後にいるこの連合ね、えー、ないは経団連、同じです。大企業の味方、吉野智子、そういったものがいるから消費税減税、消費税廃止の方向にいかない、まとまる、ね、野党共闘、まとまる野党の一本化がまとまらないわけですよ。泉健太、あ連合吉野智子の言いなりじゃないですか、話になりませんよ。泉健太はしかも 憲法改正、改憲派ですから、本当に話になりません。おそらく日本会議のメンバー、そちら側に行ってるということを僕は思ってるんで、本当にどうしようもないと思ってます。で、今、リスナーさんも僕も、僕たちの思ってることですよ、これ。あの自民党政権の交代、野党に政権交代することを求めてるんですよ。ただし、今のこの現状ですね、立憲だけでは無理です。立憲単独の政権、ね、ダッシュっていうのは無理です。 立憲は必ずですね、令和、社民、共産、そういったところとね、その一体化しないと無理なんですが、もう泉健太では話にならないんですよ。で、あと他の執行部ね、まあ、あのね小沢さんが、まあ、何人かの方と話してるっておっしゃってますが、もう全く経済音痴の執行部、泉健太、話になりません。足元をきちんと整えて、ですね、野党共闘に向かう。 えそれであれば、立憲、令和社民、共産を、ね、消費税減税、消費税廃止を旗印に掲げて、それで一つにまとまることが必要なんですよ。そのために、連合、吉野智子っていうのは邪魔なんですよ。邪魔すんなって、本当に国民の生活がもう厳しくなる一方なんだから。で、蓮舫さんは、東京都知事選の最初の時には、消費税、確か増税とか、そっち側を言ってましたけど、途中から消費税減税の方にあに考えを変えたんですね。 で蓮舫さんの掲げていた政策っていうのは、都民思いなんでど、どちらかっていうと、そのね、えー、消費税減税、令和、あるいはね、えー、共産、社民と同じ側に行くんですよ。だから蓮舫さんにそういった意味でも、政策の方向性が同じ方向に向かってるっていうことで、えー、頑張ってもらいたいと思います。あと、あの小沢さんにですね、もう、ね、年齢がどうとか、実際なるとかならないとか、そういったことじゃないですよ。小沢さんになってほしいって思う人がいるんですよ、代表にね。 まあご本人がならないとおっしゃってるんで、僕らが何を願ったこところで無理なんですけど、小沢さんが立憲民主党の代表になって、自民党とです、ね、正面からこの対立して、あるいは立憲民主党をね、それをきちんと政党として育てる、そういった道筋をね、えー、つけていただきたいと、そう願ってる人が多くいます。で、僕もそう思ってますあの。皆さんもそう思ってるでしょうし、僕もそうですが、今っていうのは国民の生活がものすごく厳しいんですよ。 生活必需品の値段がどん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 上がって、給料が26か月連続で手取りが下がるスタグフレーション、もうはっきり言って国民生活、どうにも立ち行かないじゃないですか。だから、どういうことかっていうと、9割近くの国民が生活に困ってるんですよ。9割近くの国民の生活をどうにかする、生活をね豊かにする、その政策を掲げるところには、国民は支持するんですよ。だから そういった意味で消費税減税、消費税廃止を旗印に立憲、令和ね社民、共産とまとまってもらいたいわけですよ。しかし立憲の背後には連合、吉野智子がいる。吉野智子、連連合はですね、大企業、経団連、ね、そちらがあの大きい会社の味方なんですよ。国民の味方ではないんですよね。で、それに付き従うのが泉健太、あるいはですね、国民民主の玉木雄一郎。そういったものですから、話になりません。だから、 あの野党・共闘がうまくいくためには、立憲民主党のこの連合の力を削ぐ、連合の力と反対の方に行く、つまり蓮舫さんあ、吉野智子に意見しましたよね、そういった方が必要なんですよ、小沢さんはどうだかちょっと分かりませんけど、あ,あるいはですねこの消費税減税、ないしは積極財政をかあの掲げる人間が必要なんですね。 だから立憲民主党のトップには連合と手を切れる人間だから泉健太は論外です執行部も論外ですそしてそうやって手を切ってきちんと自民党とですねあの隠れ自民党ではないですよ自民党隠れ自民党あるいは自民党の補完勢力ではないつまりえ維新の会え隠れ自民党ですよね国民民主も隠れ自民党ですよねそういったものではなくきちんとした野党その野党が 立憲民主と令和社民共産と手を結ぶことによって初めて政権交代の意味があるんですよ。そののの政権交代っていうのは国民のためになるんですよで令和は令和で山本太郎さんが頑張ってらっしゃるわけじゃないですか。本当に国民の生活を考えてるっていうことで野党がまとまればこれから先日本が良くなる可能性があるんですよね。 で、えー、僕は立憲民主党に関して分からないので、えー、あまり言いませんが今の時点で可能性が高いというのを調べるとですね馬、えー、淵澄夫さんという人この人なんじゃないかって言われてるみたいです僕ははっきり言ってわかりません積極財政なのかなこの馬淵澄夫さんという方そうなるといいんじゃないかっていうまあそういったことが今言われてるっていうことですね で今度はあ、ここまではちょっと僕の考えを言ったんで、今度はちょっとニュースをね、えー、考えていこうと思うんですが、小沢一郎さんがですね、この一審会、えー、小沢さんのこの政策のグループかな、8月6日にまあ会合して、泉健太がね、えー、任期が終わるんで、9月の立憲の代表選で誰を支援するかについて、えー、小沢さんのおまあ対応を一任するっていうことなんですね。まあ で小沢さんはいろんな方と、まあ、会っているということでえお盆明けからいろ、まあ、んな方向性を、まあ、決めていくということを言っていて小沢さんはです、ね、野田とか枝野とかこのお馬淵澄夫さんとかえ小川淳也とかあ重徳っていうのかなよくわかりませんが、そういった人たちと会っているっていうことですねでこのお、まあ、その他の人とかあ枝田賢治っていう、まあ、そういった人とかもあっていろいろ話されているということなんですがあ泉健太もお、まあ、出てくるっていうことなんですよ。 で泉健太っていうのは野党,共,野党共闘、野党協力がうまくいかない、行くわけねえじゃねえかって、うん、泉健太が連合吉野智子の言いなりなんだから、うまくいくわけねえんだよ。他の野党はそんなものを求めていないんだから。 だから、まあ、泉健太は無理ですけど、例えばね、きちんと消費税廃止、消費税減税をあの掲げて、まあ、泉健太ってのは憲法改正派ですから、もう論外話になりませんので、うん、で、えー、きちんとね、その経済政策、プラス、その会見しないとか、そういったもので足並みを揃ったら可能なんですよ、ただしないじゃないですか、なんでかっていうとあの、この泉健太っていうのは、連合、吉野智子がいなかったら、選挙でもどうにもならないんですよ。 だから、その泉健太が野党共闘、野党が協力しない、どうのこうの、うん、論外ですから、うん、黙ってろって話、うん。だって野党がまとまらないことばっかやってるわけじゃないですか。令和とか共産党が頑張ろうと歩み寄ったところで、それをね、えー、否定するかのようなことを言っている。うん、話になりません。 で、えー、小沢一郎さんは、ですねご自身があね立憲民主党の代表に出られるか出られないかと出られないっていうことを言ったんで、えー、まあ,あ小沢さんはですね裏に回って野党・共闘をおこう支持する側に、えー、回られるっていうことですね。で小沢さんっていうのは、この野党・共闘をずっと目指してるんですよ。であのー、まあ、これはちょっと調べても分かっていることなんで、後で言いますが、小沢さんをですね邪魔する者がいるんですよね、総始国、米の力。 それが大きな問題なんですが、まあ、ちょっとそのことは後で考えていきますが、まあ、この、ね、先月にあった東京都知事選でね、蓮舫さんが3位にずる選挙の結果になって、小池、石丸、蓮舫さんということでしたが、蓮舫さんはすごく頑張っていたわけですよ。で、共産党の方たちもものすごく応援してくれていたわけじゃないですか。流れとしてはいい流れなんですが、 問題は立憲民主党のこの泉とかあこのし、ね、執行部とかそういったものの態度のおかしさ行動のおかしさなわけですよだからあこの野党共闘とかって言ってもねあのきちんとしたその経済政策は通ってないとダメなんですよ。でこの立憲民主党の中党内っていうのもこれおかしいんですが共産党の支援を受けると無党派層が逃げるっていうことで、えー、共闘は見直すべきどうかしてます。 あの野党共闘のの形っってても決まってるんですよ立憲、えー、令和社民、共産でまとまって、それで自公に、えーねえー、こう迫っていく、その自公の政権交代に、えーね、向かっていく、それがあ、ね、もう決まってるんですが、それを拒否してるわけですよ。もう論外なのもいいところで、すよでこのお立候補には推薦人20人が必要ということで、いろいろ書かれているんですが。 まああの今ね、これから立憲民主党の代表がまあ誰になるのかっていうようなことで、今、注目されてるっていうニュースなんですが、自民党とですね、きちんとねあの渡り合えるその人間でないといけません、当たり前ですが、隠れ自民とか、増税をする人間とか、もう論外です。 でこの小沢さんにはですね、えー、この前原誠司とか前原誠司ですよね、この前原誠司ていうまあ米の,、まあこの手先ですが、これがですね、えー、邪魔をするんですね、民主党がうまくいかなかったのこの前原誠司、えー、これのですね内部分裂、あの内部まあななんていうのかな内部工作、それからのねどん,どんどん溝ができていったということで,で、えー、小沢さんには必ずこういった米の邪魔が入るんですよ。 で実際にこの未来の党っていうところでもこういった邪魔が入ったんですよね。で小沢さんの,、まあその政党にはことごとくの米の邪魔が入って分断されるんで、でそ,のそれっていうのは山本太郎さんも今受けてるわけですよ、その邪魔をね。だからそういったものをうまくみんなでまとまってクリアしていかないといけない、いけないっていうか、そうしないと厳しい、まあ、そういった今状況であると思います。で今回僕あの調べていてい 今の時点で可能性が最も高いとされているのは立憲民主党の代表、ねえー、になるのはこの馬淵すみおさんという元国土交通省の、まあ、人なのかなあーって言われてるんですが、まあ、積極財政ということでこの人になるんじゃないかって言われてるそれは分かりませんまあ積極財政であればいいかなとは思いますが僕はですね、えー、僕の最後にまたもう一回思いを言っていいんであれば 蓮舫ささんんか小沢一郎さんに立憲民主党の代表をなっていただきたたいいと思いますただ蓮舫さんっていうのは今立憲民主党を離党されて議員ではない小沢一郎さんはあご自身が、ね、なるつもりはないと言われてるんで、まあ、蓮舫さんも小沢一郎さんもならないんでしょうけどとにかく 自民党政権、自公政権の交代に向かうには、野党の一本化が必要なんです、野党共闘。そのためには、まず経済政策で足元を固めて消費税廃止、消費税減税、そして立憲、令和、社民、共産でまとまることが必要です。あの維新とか論外ですし、国民民主も論外です。隠れ自民党ですから。で、えー、そういうね、立憲、令和、社民、共産でまとまっての野党共闘であれば、 あのね国民の生活が良くなるその可能性がありますだから皆さんも思ってらっしゃると思いますが令和、社民、共産そこに立憲が加わって、えー、ねきちんとした経済政策を整えて野党共闘に向かっていただくことを心の底から僕は願っていますちょっとリスナー様からですねご意見をいただきまして どこかのタイミングでですね、この話をあのさせていただこうか、お伝えしようかと思ったんですが、ちょっとなかなかね、えー、機会がなかったのと、調べてもわからなかったんで、今回、えー、お伝えいたしました。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いた